日は今回ねカリムのユニオンバースデーを弾いていこうと思います。もちろん完達します。で何年以内に出ればいいかっていうとね、まあね私的にはまあ目標は700年以内、700年以内に出ればもう当たりとしましょう。じゃあ行きます。そうカリムね、これさグルービーどれなんだろうね。でもさグルービーさあれだね、いきなりさ帽子脱いだらちょっとびっくりしちゃうから、ちょっと余韻欲しいよね。余韻っていうかさ、なんかちょっとクラッチングスタートっていうか、なんかそういうの欲しいよね、びっくりしないように。あアジームさん、アジーム先輩だ。でさあれなんだよね、私さ最近さ YouTube で動画見ること多いんだよね。どういう動画見るかって言ってね、なんかねシミュレーターゲームみたいな、そういうゲームをやってる実況の方とか見んの。でさ俺それ見て思ったんだよね、なんかシミュレーション系実況者、シミュレーショントーク系実況者っていうのいたら面白くない。例えばさ何デートのシミュレーターをその話すだけでもう妄想させるみたいな、そういう実況者さんいたらさ、リリアだ私さ今回あれなんだよ、すごい得なんだよね。なぜかっていうとね、私ねカリムも好きだしリリアも好きだからね、私のためにも運営さんが働いてくれてるのかなっていう、そういう思い上がった私は節があるね今そう去年もねカリムとシルバーだったんだよ。でね今回もカリムとリリアっていうこのコンビ最高だよね。あれ三種の神器か、そう三種の神器でもうカリムシルバーリリアみたいな、そうあのシミュレーター実況者みたいなのいたら面白くない。そういう方いてもいいよね。例えばさなんだろうな、デート中にさなんかそのいろんな妄想をするじゃん、デート中って、まあ、知らないけどするじゃん。だからその妄想をもう話し続ける、デート中に何しようとかさ、だから例えばさあれだよね、私とデートシミュレーション、ちょっと気持ち悪いけどちょっとしてみて。でさ、まあ、私がさ話しかけるじゃん、でもちろん相手は答えないの、でももう私はずっと話し続けるみたいな。あーこれね、これあれだよね、土佐兄弟のまあ昨日だよね、この画角。だからさそういうのさやってみたいなって思って今回やっていいそれ。じゃあ行きます。ねえねえ今日どこ行く。あどこでもいいか、まあそれ結構困っちゃうんだけどさ、私ねどこ行きたいかな。あでも、ね、プラネタリウムとかもちょっとおしゃれだよね。でもそういうおしゃれなところってさちょっとなんか息しづらいじゃん、だからね私そういうの悩んじゃうんだよね。どこ行く、じゃあロイヤルホテル行く、でもロイヤルホテルってなんか高そうだし、どうする、じゃあアパホテル行く、でもアパホテルはなちょっとな、なんでさ宿泊しないのにホテル行かなきゃいけないのっていう、私そういうね疑念が生まれるんだよね。だからねあんまりホテルは行きたくないね。えじゃあどこ行くの、じゃあ私ねどうしようかな、ああれ行こう、レストラン、そうレストランでなんか食べようか。じゃあファミレス行く、それとも立ち食いそば屋さん行く、どうする。あーとんかつ屋さんか、ちょっととんかつは食べたくないな。でも、ね、あれ行こうよ、じゃあファミレスサイゼリア、サイゼリアで美術鑑賞しようよ。え嫌だ、いやでもな、でもどこ行くの、じゃあ逆にどこ行きたいの、えラーメン屋さん、でも私チャーシュー食べたくないからな、あんまりねラーメン屋さんはね、気が済まないな。じゃああれ行こうか、キッザニア行こうか、キッザニアで職業体験しよう。オッケー、おおいいねこれこの調子でもうだんだん、あれあれ不調だぞ私、変なこと喋ったら。あじゃああれお好み焼き屋さんデートする、あ来たねお好み焼き屋さん、何があるかな、あお好み焼きしかねえや、じゃあお好み焼き頼む、お好み焼き、あ待って焼かなきゃ、私ねあんまり焼き方わかんないんだよねお好み焼きの。あわかる、ありがとうありがとう、じゃあ焼いといて、うん、あ大丈夫、お好み焼き顔についちゃったよ、あやけどしてる、ちょっとティッシュで拭こう一回、あごめんなさいこれもお好み焼きだった、ティッシュをお好み焼きと間違えちゃった、ごめんなさい、あどうしようまた赤くなってるみたいなね。こういうさいいよね、なんかえ待ってよ私さたくさん用意したんだよ、でもさこれあれなんだよね、ディアソムニアの SSR も来ると予想してのこのあれだからね、保険だからね、だから全部使う気はないんだよ正直、だから100年以内で来てくれないって、ちょっと久しぶりに来ましたよこれ。人生は冒険だ、お金ないけれど宝物探そう、信じてコンパスオブギャルハート見てください皆さん、このさあビア、このビアかっこいいよね、私すごいかっこいいと思うねこれ、なんか作画によってだいぶ違うよねビアって、わかる。はいこれで確定です、1回で100年でね1枚も出ませんでした。ビルダー髪長いね、ロン毛な、シャンプーとか大変そう。でもロン毛の人ってさあれなのかな、やっぱリンスとかさ気を使ってんのかな、どうなんだろうね。でもロン毛ってさあれじゃない、
なんかさ、ドライヤー一番大変そう。今日は思いっきりお祝いしてくれよ。俺も全力で受け止めるからさ。ありがとう、やった、受賞です。少年ボーイ大賞、まあ、受賞代表作みたいな。お、みんなが開いてくれる俺の誕生日祝い、いつもの宴とは違う特別感があるよな。なんかすごい、なんかこの立ちちょっと面白いですね。なんだろう、髪型かな、なんかすごいよね。この彼もちょっと面白くなっちゃったね、私。はい、そう、あのディアソムニアの SSR が確実に来るんだよね。だからね、私それも控えてるの、このあの電子マネーだと思ってるの、このガチャのその魔法石の課金は。電子マネーってさ、やっぱいくらでも入れといても、まあ後で使えるじゃん。だからそんな感じで思ってるんだけど、でもこれ使い果たしちゃいそう、どうしよう。700連とか言ったけど嘘だからね。700連はラッキーセブンって言うけどさ、でもさ、あれだよね、ラッキーセブンって言ってもさ、なんかさ、すぐさ、そういうなんかおまじないとかに結びつける人いるじゃん。ああいう人にはあれだと思うよ、いつかね死ぬと思うね。だってもう何でもおまじないで人生が左右されるんだよ。あれはさ、どうかと思うね。そう、私あれなんだよね、そういえばコンパスオブユアハートすごい好きなんだよね。ディズニーシーの中で多分シンドバッドっていうアトラクションの、それさ、なんかイッツアスモールワールドみたいに水の上を積んでて、でなんかライドを見るみたい なんかそんな感じなの。そのアトラクションね、コンパスオブユアハートっていう音楽がずっと流れてんだけど、そのね音楽ね、ディズニーシーだけの音楽なんだよね。そう、その音楽も神曲すぎて結構ね隠れファン多いんだけど、でも待ち時間は少ないっていう、そういうね、なんか特殊待遇っていうか、なんかそういうアトラクションなんだよね。一応ね、まあある程度人気なんだよ、人気なんだけど、でもなぜか空いてるっていう。怖いよね、世にも奇妙な物語やったよね。そういえば私見てません、もう疲れた。話すの疲れたんだけど、もうどうする。あー、あれ、じゃああの話、汗びくるさい、あの話しよう。あのさ、目覚ましじゃんけん、あれね、目覚ましじゃんけんどう思う。あれさ、負けた人ってさ、まあ、その日の運が、運勢とかあるじゃん、そのさ、星座占いとか、そういうのがさ、いくら良くても、でもなんかさ、そのじゃんけん負けただけでもう悔しい気持ちになんない。サザエさんも煽ってくんだよね、結構じゃんけんで。あ、やまずい、吐きそう。そう、結構さ煽ってくるじゃん、サザエさんってじゃんけんポンふふふふみたいな。あれ、負けても勝っても笑ってるんだよ、結構悔しいよね、それ、強者の貫禄っていうの。だからさ、あれだよね、あの目覚ましじゃんけんの方も煽ってほしいよね、じゃんけんに負けた人。はい、目覚ましじゃんけん、じゃんけんグー、はい、チョキで負け、今日は思いっきりお祝いしてくれよ、俺も全力で受け止めるからさ。大幅にくくるとおぐりしゅんみたいな、かっこいいよねこれ。そう、目覚まし、汗べくるさい、目覚ましじゃんけん、じゃんけんグー、はい、じゃあチョキで負けた方は、君たちは今日一日不幸が訪れます。あっ、汗べくるさい、あっ、汗べくるさい、みたいな、そういうさ、目覚ましアナウンサーいたらどう思う、みんな。私ならね、ちょっとテレビを変えないでそれを楽しむね、アナウンサーさんかわいいなみたいな。ド M みたい。あー、ドスケベクローバーね、まだ来てないよね、 SSR。 どんな SSR 来んのかな、ライズアップコラボとか来そうじゃない、上半身半裸で、でライズアップの体型で、でグルービー後はもうパンプアップされてんの、すごい、もう筋肉が膨張されて、でもハルク並みのもう筋肉、肉体になってる、それがグルービー後だね。グルービー前はもう細マッチなんだけど、グルービー後はゴリマッチョみたいな、そういうのがトレイクローバーの SSR です。もう確定してるからね、これ、私が言ったから、確定ルート。グライダって言うんだけど、どう、これさ、俺、私ね、ずっとね、このモノマネ似てると思ったんだけどね、そうでもないらしいよ。結構ね、あれだね、結構ね、そんな評判良くないね、これ、このモノマネ。そう、どっちかというとね、なんかね、あれの方が言われる、ビルとかの方が、まあ、ちょっと似てるね、みたいなの言われるね。私ね、ずっと似てると思ったね、これ。アジームさん来なかったね。待って、今何連してる？やばい、バグってきた。180連だ、今。180連で2しか出てないってさ。あー、もうこれ、ビャーの悪夢だよ。私、怖くなってきた。200連で来ていいよ、もう。あ、ルークね、おかっぱ大少年団。そう、おかっぱってさ、でもさ、結構勇気いるよね。おかっぱって似合う人って結構あれじゃない？限られてこない？だって、おかっぱのさ、イケメン俳優とかなかなかいなくない？おかっぱ俳優とかさ、おかっぱ。
アナウンサーとかさ、おかっぱ渡辺陽一とかさ、おかっぱ渡辺陽一ちょっと見てみたいな。お願いします、今日はおかっぱの仕上げコーデで来ました渡辺陽一です、みたいな。いいよね、おかっぱの渡辺陽一さんみたいな、私見たくない、みんな。どう、おかっぱの渡辺戦場カメラマンです、みたいな。はあ、人生は冒険じゃないの。今日は思いっきりお祝いしてくれよ。俺も全力で受け止めるからさ。私ね、このね、カリムのだんだんとさ、あの最初からさ、初速からスピード上がっていくじゃん、ボリュームの、これ好きだね。最初さ結構減速めで、で徐々にスピードが上がっていく、マリオカート状態、なんかそういうさボイスの出し方良くない、俺好きだねこういうの。あーもう200連過ぎました。だから前のさ、ビアの200連のさガチャって結構良かったのかな。私後悔してるね、あのさ、あ200連ってどうなのとか言ったこと。そう、結構さそういうこと多いよね、なんか実況でもさあるんだよ、私なんか言ったらセペくるさい、私あるんだよねそういうこと、なんかさこういうこと、あ言わない方が良かったかなみたいな、たまに思うんだよね。でもさしょうがないじゃん、もう投稿しちゃったら、まあ、カットできないし、もうだからね、そういう時はね3日寝るね、私は3日寝て忘れる。それかハーゲンダッツは買いません。ハーゲンダッツって結構高くない？あーなんかさ何十万もさ課金してるやつがなんかハーゲンダッツ高いとか言うとさ結構さ、え何言ってんのお前みたいな思われるけど、でもね結構ね普段の商品って渋っちゃうんだよね私。そういうところはもうこまめになんか金銭管理をしていて、なんかここでぶっちゃけるみたいな、なんかそういうのさあらない、なんか変なところでお金使うみたいな。私を私ビールだったらそのさ美容専用品みたいのでお金かけるみたいなのあるじゃん。待ってよ、8660、だってさディアソムには、ね、SSR 来るんだよ。私また課金しないといけないのこれ。はい来ない、アジームさんね鼻かいてる、かゆいんだね、アリドルローズハート。えこんなさ、この虹のこのほら演出が来てんのに来ないかね。あー来ない、これさわかんだよね、あービアーだ美しいねこのビア、アホ毛ってこんなにさ立派なんだね。立派なアホ毛ってあんまり見なくない、アニメ以外で。ほーらー、これ昇格演出とかないのかな。ないんだね多分。何が人生は冒険だよ。なんだよ人生はどん底じゃない。人生は警告だ、振りはあるけれど、とりあえず前向こう、信じてから受験失敗みたいな。コンパスオブユアどん底だね。もう本当にでもいいよねシンドバッドの、あドスケベクローバーね、ドスケベクローバーのね多分あれだよ SSR は、まあ、ライズアップ系、ライズアップコラボだね。上半身半裸のバニーがあるみたいな、そんな感じだね。私ね先読みしたからね、もう見聞色鍛えまくってるからね今、見聞色の萩で先読みしましたよ、ドスケベクローバーの SSR。 でもあれか、ディアソムニアもさビアはさもう両服しかないのか SSR、 とりあえず1周目はそう考えると少し寂しいなって感じもするよ私。どうもみんな、なんかさ来ちゃったら来ちゃったで寂しいよね正直、まあ、来ないと来ないでもうなんか寂しいって感じもするけどさ、来ちゃったら来ちゃったでなんか寂しいよね、あもうしばらく来ないのかみたいなね。でも私はねディアソムニア全員好きだから耐えられたけど、でもさ例えばさサバの推しとかさ、まあ、ディアソムニアあれ来てないから、まあ、そんな文句は言わせないよって感じなんだけど、でもあれだよね結構さ寂しいなって感じもするよね。例えばさサバの推しとかだったらさもう来ないじゃんしばらく、まあイベント SSR ぐらい。え今日は思いっきりお祝いしてくれよ、俺も全力で受け止めるからさ。あれこんなオレンジだった、スコラビア可愛いよねこれ、私このねイラスト結構好きだね。あ待ってよ、ターバン見て、カリムって書いてある、いいよねこのデカデカ文字。カリムって結構口がでかいって言われてるよね。口がでかいって言われるの褒め言葉なのかな。でもさマスクした後に口がでかいって言われるとさショックだけど、でもさ鼻がでかいと口がでかい、どっちがさあれなんだろうね、ショック度でかいんだろうね、どうなんだろうね、私ね分かんないね。でも鼻がでかいと、うーんでも鼻がでかいの方が少しさなんかあれじゃない、傷つかない。あー鼻がでかいですねって言われるのと、マスクってあー口がでかいですねって店員さんに言われるの、どっちが傷つくかっていうとさ、多分鼻がでかい方が傷つくんじゃないかな。はあ、鼻がスーパーマリオですねみたいな言われると傷つかない、どうみんな。はいふんふんふんみたいな、そういういじられ方すんの傷つくよねそういうのって。ああ鼻にタンコブができますねみたいな。はい来ません、どうしよう、もう汗かいてきたね。ああもう300年いっちゃった、うわこんな減るんだね私。私ね今回いくらね課金したかって言ってね、まあ言いませんね、
もうお金の匂わせはやめた。私そういう実況はやめたね。そう、お金を匂わせるってあんま良くないじゃん。今までさ、なんか10万円課金しましたとか言ってきたんだけど、私ね、そういうのはタイトルに書かないね。と言いつつね、多分ね、つけてるよタイトルに、こっそり10万円って。そうなんで10万円も、私金銭感覚おかしいのかな。やばいね、ちょっと10万円もうこういうのさ気ぃつけないとね。あとスケベだ。10万円もうさすがにね、あれだよ、私もね多分実況っていうかやってなければ、もしかしたらねあれかもしれない。こんなね、こんな無理はしてなかったかもしれない、もしかしたらね。もうちょっとあれかもしれないけど、でもまあ実況だしなっていうところもあるよ。正直実況だし張り切っちゃってるっていうところもあると思う、私ね。そういうのない？なんか動画撮ると張り切っちゃうんだよね、私。普段さ、こんなに喋らないのに。なんかね、動画撮った途端にもう変な言葉ばっかり出てくんの。はい、もう。あー、でも200連か。どうしようかな。リリア来そうだな、もう。リリア来そう。もう黙ります、最後は。うるさい。今日は思いっきりお祝いしてくれよ。俺も全力で受け止めるからさ。なんかバイカーに似てないこれ。最初はもう初速は減速目で、後から加速してくの。お祝いしてくれよみたいな、ブン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 みたいな。これいいよね、このカリム。じゃあレベル上げ頑張ってきます。お前との付き合いも長くなってきたな。待って、え、カリム全然声違くない？びっくりした今。あ、こんなに違うんだね。へえ。見て、聞いて。困ったことがあったら遠慮なんかしないで何でも言えよ。あ、でもなんかあれかもね。あ、どうしようかな。まあストーリー中じゃないしいいか。そのさ、中の方がちょっと変えてるかもね、これ。なんかカリムのキャラクター性が分かってきたからっていうのあると思うわ、普通に。